まあ、立ち上がりに野口さん、はい、原口が一つ盗塁アウトにしたってこのプレーも大きかったですね。そうですね、ここで藤浪君のいいリズムが生まれましたよね、一つね、はいはい、そして2回です。先制点はヤクルト先発デイビーズのこのワイルドピッチ。その後福本さん、このタイムリーですね。ぴったしですよね。当てたらどないかなるけど、やっぱりいいところで捉えてますよ。はい、まあ、もちろんピッチングの内容も力もあった藤浪ですが、野口さん、はい、ちょっとした運も。そうですね、はい、この運は大きかったですよね。本当にアンパイアに助けてもらいましたね。受けていれば長打コースでしたが、はい、その後の、ね、ピッチング内容が少し変わってくる場面でありましたからね、はい、一塁二塁で今波、まあ、二塁三塁とでは全然違いますよね。そうですね、気持ちの部分でかなり大きな違いが出ますよね、はい、そして5回です。ワンアウト三塁で高山、初球でした。プロ初ホームランを打った相手デイビーズから自身21打席ぶりのヒットがタイムリー、今日1本目。それと久保さん、山田を3打席、うん、藤浪はしっかり抑えました。早い早いがやっぱりね、ああいうボール球、うん、あんまり打たないバッターですけどもね、はい、バレンティンも今日ノーヒット、ね、こうやって北条もしっかり守ってくれました。8回の表ツーアウト満塁、その直前に藤浪に代打を送った金本監督、何が何でも欲しかった追加点、高山今日2本目のタイムリー。成瀬にはこれまで7打数ノーヒット、完全に抑えられていたんですが、初めて打ったヒットがタイムリーでした。これで5対0。そして9回です。ゴメス2014年来日1年目以来、自身2度目の1試合4安打、4本目のヒットはホームラン、今シーズン第19号ツーラン。さらに今日大型に代わって1軍復帰の伊藤隼太、プロ初の1試合4安打、今シーズン第1号。福留孝介が今日休んだゲームでタイガースは8対0の快勝です。